PL 学園中学校、高等学校は大阪府富田林市にある男女共学の私立中高一貫校でパーフェクトリバティ教団本部敷地内に立地しており、学校法人 PL 学園が運営する。中学校では英語科と数学科で修塾度別の授業を導入している。また高等学校では国公立コース、理文線オサムコースの2コースを設置し、 希望深度に応じた学習を図っている。中学校、高等学校ともに大半の生徒が寮生活を送っている。かつては全寮制であったが、現在は自宅通学も可能になっている。また、以前は高等学校に定時制家程、通信制家程も併設されていた。定時制家程は2000年度に、通信制家程は2009年度に休止となっている。 スポーツ関係の部活動の名門校としても知られており、卒業生の清原和弘は、グラウンドの大きさは、高校随一だと述べている。特に講述する、公式野球部は、数々の輝かしい成績を収め、大勢のプロ野球選手を生み出してきた。しかし、公式野球部は2015年春に、部員募集を停止し、2016年7月から休部となっている。一方で、 南式野球部は現在も引き続き活動を続けており、全国高等学校南式野球選手権大会の大阪府代表として出場することもある。信者数の減少や受験者の受験意識の変化、名門公式野球部の部員募集停止などにより、入学希望者が減少し、2015年2月の高等学校受験では、外部受験枠75名に対して受験者は28名であった。 在校生徒数も年々減少し、学校自体の存続も危ぶまれている。入学に際しては、生徒本人、並びに保護者のパーフェクトリバティ教団への入信を求められる。母体であるパーフェクトリバティ教団は、人生は芸術であるという競技を掲げている。そのため自己表現を重視することが奨励され、野球をはじめとしたスポーツにも力が入れられている。 特に後日の通り公式野球部が有名であるほか、軟式野球部、バトン部、剣道部などが全国大会レベルで活躍している。かつてゴルフ部は、男子が1980年、第1回全国高等学校ゴルフ選手権大会で優勝し、翌年の第2回全国高等学校ゴルフ選手権大会も優勝しており、高村博美、中島千尋、 谷口通るほか数多くのプロゴルファーを輩出した。公式野球部は1956年創部、7年目の1962年に甲子園初出場を果たす。1970年代後半からは、甲子園の大阪府代表の常連校7校のうちの1校となり、1977年の3年生から2001年の3年生までは25学年連続で、 プロ選手を輩出し1985年の夏の大会では全国大会で現在唯一の毎回得点を達成している。また、1978年の全国高等学校野球選手権大会では、準決勝の中京戦及び決勝の高知商戦において土壇場の9回裏から大逆転劇を見せ、9回裏の奇跡、逆転の PL の異名を取ることとなった。 神による野球、世界平和のための野球を標語に、甲子園全国大会では、一文字での応援が有名である。かつての野球部は、完全外部スカウト制で、リトルシニアや、ボーイズリーグで優秀な成績を収め、学校のスカウトマンに、スカウトされた者だけが入部することが許された部活で、在校生からの一般入部は、一切受け付けていなかった。 このスカウト制度は後日のいじめ問題発覚後に野球部専用料と共に廃止され、以降は部員募集停止までの間、逆に入学後に在校生が入部する一般的な部活になっていた。いじめと監督後継問題一方で数々の暴力事件も起こっており、1986年にはいじめによる死亡事故が起きている。1997年には、 上級生が暴力を加えて重傷を負わせ2001年には日常的に上級生が下級生をバットで殴るなどのいじめが原因とされる暴行事件で半年間にわたる活動停止処分を受けている。さらに被害者の家族に訴えられて裁判座汰になった。その他の部内の規律として亡きクロは女を見るのは禁止という規律が存在していたと語っている。 2008年も暴力事件が起こり、藤原博之監督が辞任。後任として、河野有道が監督に復帰したが、2011年には、部員の部内暴力と喫煙で1ヶ月の対外試合禁止になった。2013年4月9日には、高野連、西岡博士道審議委員長より2013年2月23日午後10時ごろ、2年生4人が、 一年生一人を寮内にて殴る蹴るの暴行を加えたため救急車が出動し病院送りにしたことが明らかにされた。これにより日本学生野球協会審査室会議にて2013年2月24日から8月23日までの6ヶ月間の対外試合禁止処分が決まった。河野は2001年の活動停止処分を受けた際の監督でもあったがその後退任し、 4月16日付で PL 教団職員に移動した。かつての教団や教祖であり、野球ファンだったごき特金は、名門野球部を広告党として最大限に支援していたが、度重なる不祥事や教団幹部の代替わりによる内部の運営体制の変化により次第にトラブル続きの野球部に対して厳しい態度で臨むようになり、野球部の体質改善を積極的に行った。 まず、野球部専用の寮であった、検事寮が2001年のいじめ問題発覚後に、閉鎖的な野球部寮に問題があるという理由で2002年3月末限りで、廃止され、同年4月以降は、野球部員も、一般生徒と同じ寮で生活している。また全寮制の廃止もあり、通学可能な地域に居住している部員は、自宅から通学している。検事寮の建物は、 PL 学園小学校の小学 SC 寮に転用され改装された。また、社会情勢や教育環境の変化から、教団の学校運営方針が、スポーツ選手の育成強化から、在校生徒の学力向上重視に主軸を置くようになったため、かつて行われてきた有能者を見つけるための外部スカウト制度やスカウトによる推薦入学や特待生の制度も、 寮の廃止と同時期にべて廃止され、一般入試で合格した在校生が入部する一般的な部活に変更された。毎年恒例となっていた夏季と冬季の合宿制度もすべて廃止され、大きな問題となっていた上級生の説教制度も一切禁止された。練習時間も大幅に短縮され、それ以外の時間帯の練習は特別な事情や教団。 学校の承認がない限り一切禁止とした。さらに学力維持と向上のため、年間成績や定期テストなどで一定の成績に満たない部員は、約1ヶ月間練習禁止処分にして補修を受けさせるようにしたほか、1週間に1回全員での教団講話の配聴を義務付けた。部活関係者以外の野球部 OB との接触や、OB の学校訪問も一切禁止とした。 上級生と下級生が同部屋で生活し、下級生が上級生の雑用等をこなす野球部独自の付き人制度も、教団や保護者、一般生徒などから生徒間の行き過ぎたプライバシー等の侵害や厳しすぎる上下関係による不祥事を問題視されるようになったため、2013年6月より部活の雑用は全て両関係者や教団ボランティアの スタッフが行うように変更され、下級生の雑用を一切禁止とした。同年秋には、付き人制度そのものが廃止され、全部員が一般生徒と同じ待遇となり野球部の伝統とされてきた厳しい上下関係や規律も大幅に改善され緩和された。卒業生の一人である清原は、この事件の後にテレビ出演した時に、 PL の暴力は伝統であると語っている。後継監督候補には複数の OB が浮上しているが、学校、教団側はかねてから野球部 OB の多くが卒業後には教団への進行から距離を置いていることに不満を持っており、野球部 OB が監督に就任する条件の一つとして、教団への熱心な進行を求めているが、学校、教団側の要望に該当する。 野球部 OB がいないことから2013年秋大会から常勤の監督が不在という状況が長期化していた。練習では OB のコーチがいるものの OB のコーチの指導はノッカーとしてのみ認められている。このため公式戦では野球未経験のマサイカズマ校長が登録上の監督に就任しユニフォームを着てベンチ入りしているが 試合の中で決断を下せる大人が不在となっており、作戦や選手交代を選手同士で決めていた。2014年10月には、監督不在により十分な指導ができないことを理由に、入学を希望する中学3年生の新入部員の受け入れ停止を決定した。2015年3月16日、同年4月1日付の人事異動で、マサイが校長職から、 郊外の教団施設への転任が決定し、同時に野球部の監督を退任することが発表された。新たな校長に草野勇気が就任し、野球部の監督も兼任することとなった。キューブ2015年春及び2016年春は、新入部員を募集しない方針を取り、2016年2月の時点で2年生部員12人のみが所属していた。2016年2月、 野球部長を兼任する草野校長が同年春に定年退職となるため、同校事務職員の川上雄一が野球部長に就任した。野球部員の募集再開時期は未定となっており、2016年夏の全国高等学校野球選手権大会での現役部員の引退をもってひとまず休部することが決定。2016年7月15日、 第98回全国高校野球選手権大阪大会で PL 学園は3年生部員のみの12人で臨み東大阪大学柏原高等学校に6対7で敗れこの試合をもって野球部は一旦休部となった2016年休部時点での最後の甲子園出場は2009年の夏であり総部からの通算成績は春の選抜には20回出場して 優勝3回、夏の選手権大会には17回出場して、優勝4回、春夏通算96勝となっている。1982年には、史上2校目の春連覇。1987年には、史上4校目の春夏連覇を達成した。2017年3月29日、PL 学園側から、大阪府高等学校野球連盟に対して、脱退届が提出され、 大阪府連盟は同日これを受理した。PL 学園側では、今回の脱退について、平成29年度より、本校の部員募集再開が決定するまでの間、大阪府高等学校野球連盟に非加盟とする、形であると説明している。ありがとうございます。